はい。よろしくお願いします。えっと、大丈夫ですか聞こえてますよね。じゃあ、えっと、F シャープエポキシーというタイトルで始めたいと思います。よろしくお願いします。えっと、私は、あの、キキョという名前で、あの、こんな感じでやってます。<laughs> まあ、名古屋に住んでるんですけども、Twitter とキキョ y 2で、まあ、英語アカーで、まあ、別のやつがあります。で、今、あの、えっと、フリーランスで働いてる感じですね。 えー、MVP をずっと,、えー、と受賞してます。今年ももらえそうですという感じです。あと、えー、とセンター CLR ールルというあのコミュニティをあの運営しています。えー、なんか専門分野は .net と Fsharp、あと IL とかメタプログラミングとか、こうに書いてないですけど IoT 周りのことやったりとか、そんなような感じのことやってます。まあ、趣味はあのあの,のりなんで、 あのロードノイの方がいたらあのいつか一緒に走りたいですねあのこの騒ぎが収まったという感じでよろしくお願いします。で、えー、と今日の発表はタ、まあ、イトル通りそりエポキシーというあのライブラリについての説明をしたいんですけれどもエポキシーとはっていうこととそれから、えー、とエポキシーを F シャープで使うために、まあ、どういうことを考えたかっていうのとあとそれぞれについてあのエポキシーをも てていいいいる機能についての紹介をしたいなとううふうに思っていますで、えっ、ー、と、エポキシーというのは、ザムルのその MVVM ですね。あのモデルビュー、ビューモデルアーキテクチャを実現するための補助ライブラリです。で、えっ、ー、と、オープンソースで Apache V2 で公開しています。えっ、ー、と、URL はまあ今あ、見てもらっている通りのところにあります。で、えっ、ー、と、まあ、あの、ザムルで MVVM っていうと、 まあ、もう今、ご時世ですね。まあ、同様の既存実装っていうのは、いっぱいありまして。あの、一番有名なところといえば、その PRISM とか、あと l i g h t m v m それから、まあ、最近では ReactiveUI とか、あと、まあ、補助的に使われる目的で r e a c t i v e パティとか。まあ、他にも多分、探せばいっぱい出てくると思います。私は、そんなにたくさん知ってるわけではないんですけども、まあ、こういったものの、あの、その実装の、まあ、あの、 アッシュというか、あのまあとまあ、私なりの,あの実装の一つです。という感じですね。で、えー、と特徴として、C シャープとか、まあ、F シャープとかその他の .NET 集計で使える。まあ、これは .NET のランタイムの上で載ってるんで、まあ、当然そうなんですけども、一応あの、素の .NET SDK をベースにあの考えていたので、なので、まあ、C シャープ、F シャープが動くということの他に、GUI の,、えーと GI の あのベースとなる GUI が、まあ、どういう環境で動くかに,もによっても、まあ、それらについても幅広くあの対応できるようにということを一応念頭に置いています。まあ、当然あの、Visual Studio とか Visual Studio Code Rider とかの ID でも動きますと。なので、まあ、それ言い換えると、あ,のとあまり特別なことはしてないですよということになります。あの例えばあの、ネイティブで動くコードが一部含まれているとか、まあ、そういうことはないですよ。実は あのあるんですけど <laughs>、あのそういうことが表沙汰にならないようにしてで、えっ、ー、と、まあマルチプラットフォーム対応で、その、まあ、あ WPF は、まあ、あ当然、その、ザムルのそのベースとなる、あの一番最初の実装なので、WPF と。それから、えっ、ー、と、UWP、えー、ザマリンフォームズ、アバロニア、WinUI、うのと。で、まあ、あ WinUI は今流動的なんで、ちょっと、ま、あこの後、あの、ま、あウィ i ドの方に、あの、 マウイが使うような形であの使われるようになっていくのかなというふうに思っています。あと,と、ウノと F シャープではあのこれら全部対応できるわけではなくて WPF とアバロニアでしか今のところは動かないですね。なので、えーまあ、WPF とアバロニアには対応させたと。これはあの、えー、とこのエポキシの実装の制約というよりは、まあ、WPF と アバロンギアでしかその F シャープで扱えないという制約から来ているので、まあ、しょうがないかなと。だから将来、あの他のプラットフォームでも、例えば UWP とか、まあ、あのー、今でいう WeUI とか、まあウィ n ド t a l y のものでも、その F シャープであの使えるようになれば、そうすればのは前向きに考えてみてもいいかなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、まあ、ヌゲットのパッケージ導入するだけ。 っていうところにすごい強いこだわりを持っていて、なんか他に例えばなんかコンフィグレーションファイル書かなきゃいけないとか、例えばビジュアルスタジオに特別なプラグインを入れなきゃいけないとかいうのはもうとにかく排除したくて、で、まあ、一応頑張りましたということで、特別な操作は必要としない。ヌゲットのパッケージだけ導入すればいいというふうになっています。でえー、とまあシンプルな補助ライブラリで直行性がある。これはまあ後でまたちょっと説明します。それと、あと、えー、と完全に非同期処理対応。えっ、ー、とまあ今 だと例えば C シャープだと AsyncAwait とか、あと F シャープだと、まあ、Async の,のワークフローがあるんですけど、まあ、そういったものにあの、そういったものを使うのが前提というふうにしてあります。で、MVVM あ,あの今更っていう <laughs> 話もあるんですけども、まあ、一応軽く触れておくと、まあ、あのモデルと、それからビューとビューモデル。 にあああのの分けてでですねであのまあ、再利用性とか、あとはアーキテクチャをシンプルにするとか、まああるいはそのコードの過半性を良くするとか、そういうような目的のためにまあこういうアーキテクチャを採用するっていうのがまあトレンドでし、あっ、あ言っ、ていいのかな。<laughs> まああのというのはですね、あの MVM にもまあいろいろ問題はあって。 ででえっと、最近ではその m v v っていうのはどうなのかというような話も出ているので、まあ、ちょっと MVVM これからどうなるのっていうのはちょ、ちょっと先行きが微妙な感じはしてますけども、まあ、裏を返せばそれだけこなれてるということですね。なんであので、例えば情報源をあの調べたりとかするときに、MVVM っていう文脈で探せばいろんな情報にたどり着けるっていう意味で、ま,あ、まだまだ使えるんじゃないかなというふうに思っていますと。 でざっくりと紹介すると,この、えっと、この図で言うと、この右側の緑の,そのモデルという部分は、えっと、ユーザーインターフェースに直接あの関わりのない実装がここに含まれていると。これはモデルという、ちょっと名前のこう響きがあまりよく,よくないというか、あ,のあんまり良くないんですけれどもその、まああの、ドメインに。 あのこう分離されたそのドメインの,その領域での,その実装がここに固まっていて、それらをそのユーザーインターフェースに結びつけるものとして、ビューとビューモデルがあり、特にザムルでいうならば、ザムルを書くことによってビューが表現されて、そこのとモデルを乗り付けするためにビューモデルがあるというような構造になってますね。で えとまあ、この図にあるように、その例えばザマニンフォームズと WPF で、そのモデル部分の部分はその実装としてはもう完全に共用できるようにしておいて、その見せ方の違いについては、ビューとビューモデルでもって吸収するということでその、例えばスマホのアプリだとか、それから WPF だと、まあ、あの PC 対象の,あの実装にするというような感じで、こう うん、物理的な区分けがなされるという感じですね。で、エボキシの場合、えー、とこれらどう関与するかというと、まずモデルの方にはほぼ関与することはないです。実際、あの使うことはできなくはないですけど、何に使うのという感じなので、えー、とモデルの方は自由に作ってもらってよくて、えー、とこのビュートビューモデルの部分ですね、ここでいろいろ不便な部分っていうのが あるので、そういったところを橋渡しするための目的でこのエポキシというのを使うことになっています。で、この図にあるように、えっと、エポキシザマリンフォームズとかそれからエポキシ WPF みたいな感じでそのザブルのその、えー、プラットフォームですねによってその使,い使うパッケージを切り替えてもらうというような感じです。で、 えっと、MVVM 採用したい一般的な動機と紹介みたいなのをちょっとあのまとめてみたんですけれども、今、ま、さ、あ、っき思いつくのはその複雑に組くんだコードを書きがちですよと。これは多分ですけど、そのあんまりそのアーキテクチャ設計とかしずにあのライトにあのコードを書いてしまったっていうそのビジネスレベルで書いてしまった、あるいはそのホビーユースで あと例えば Windows フォームみたいな感じで、そのコードを書き始めていったらぐちゃぐちゃになっちゃったみたいなことは、なんかよくあるのかなと思っていて、で、えっ、ー、と、まあ、複雑なコードを、入り組んだコードをあのき、結果的にあの気がついたらそうなっちゃってるっていうようなことがあるのかなと。で、特にその Windows フォームからこう移行しようとした人の,その実装とか見てると、やっぱりコードビハインドに逃げてしまうんですね。 で、コードビハインドは、あの、ビューのクラスにその実装コードを書いてしまうことなんですけども、まあ、この方法である程度は書けるんですけど、あの、すごい柔軟性の高いユーザーインターフェース、凝ったユーザーインターフェースを書こうと思うと、コードビハインドで書けないパターンというのが出てくるんですけども、どうしてもザムルで書かないと、あの、書けないですよと、果てしなく複雑 <laughs> で、あの、不可能っていうのはちょっと言い過ぎですけど、あの、書くと、あの、コードが、 どうだろう、50倍ぐらいになりますみたいな <laughs>、いうような、ようそういうようなことはなんかよくありがちで、でもまあなんかそうなるともうどう書いていいかわかんないみたいな感じで、だやっぱりなんか、ザムルって難しい、WPF って難しいみたいな話に落ち込んでしまうのかなっていう気がしてます。それから えっと、m v m 実際に実装するときに、その道具が足りないんですね。まあ、道具が足りないから、あの、先ほど言ったような、その既存実装、プリズムに代表されるようなあの既存実装がいっぱいあると思うんですけども、まあ、一番わかりやすいのは、この iNotifyPropertyChange との実装のようなボイラープレートが、まあ、至る所にできてしまう。だから、それを回避するために、なんかライブラリが、追加のライブラリ欲しいみたいなことはあると思います。それから、えっと、CLR イベントを 提供しているあのコントロールというのはいっぱいあるんですけども、まあ、本当はこれ、安全にフックできるようになってほしいんですけど、そこの補助がないんですね。なので、生々しいイベントフックを、あの例えば C シャープだと、そのアド,、うん、アドイベントみたいなもので書かなきゃいけないので、なので、まあ、そうすると、ですねあの参照が共参照になってしまって、それが原因で画面上にもう表示されてない要素のせいでメモリーリークしてしまうとか。 まあと、あとそういうことあのこう依存性を排除するために、そのビューとビューモデルをできるだけ分割して、あまり相互にあの依存しないようにしたいと思ってても、あのユーザーインターフェースからビューモデルではなくて、ビューモデルからインターフェースに関与したいというような場合に困るんですね、あの方法がないので。 なので、そういう場合、メッセンジャーパターンっていうのが一般的に使われるんですけど、メッセンジャーパターン、実装がめんどくさいことを言うとめんどくさくて、しかも、ビュー側に実装を書かなきゃいけない場合もあったりして、まあ、ちょっと分かり、しかもそれをあの初心者に説明するのですごい分かりにくい、なんで必要なのかとかいうことを説明するともう難しいということがありますと。で、あとは安全な非同期処理ですね。 あのまあ多分なんか今だとその AC カーウェイトと C シャープですけど AC カーウェイトみたいなのを使ってあのコードを書いているとなんかよくデバッカーのコンソールにアンオブザーブドタスクエクセプションがいっぱい出るんだけどみたいな <laughs> コードを書きがちというかですねそういうようなことがあるのかなというふうに思って。 でじゃあ、だからといって、既存のそプリズムのようなそう重量級の MVM のフレームワークを使おうと思うと、習得コストがまあ大変ですし、それからあのそれい、いざ使い始めたら、何かが理由でそれを使うのを本当はやめたいんだけどって思い始めても、もう逃れられないですね、べったり依存してしまって。 で、あのまあ、裏返すとその、例えばプリズムのこの機能だけを使いたいんだけど、これを使うためにあれをなんか使った方が良くてみたいな感じで芋づル式に依存してしまうので、アドフックに使えないという問題があります。と、あとマルチプラットフォーム対応ですね。そのプリズムはちょっと今、サポートがどういうふうになってるか分からないですけども、あの調べたないんで分からないんですけども、まあ、例えば今開けたように WPF とか UWP。 ザマリンフォームズ、アバロニア、他にも UNO がで,なできつつあるみたいなような状況で、なんかこれとこれを使いたいんだけど、あっちのプ,あっちのプラットフォームではこのフレームワークは対応してない <laughs> あ。ごめんなさい。えっと、みたいなことが、あの、往々にしておきと。だからなんか、 じゃあどうしてもあっちのプラットフォームを使うときには別のフレームワークを使うしかないか、みたいなあるいはなんか何もないから一から使わなきゃいけな作らなきゃいけないのかみたいなことにはなりがちかなと。なので大抵なんかこういくつかのプラットフォームでユーザーインターフェース提供したいって思っているときにはなんか悩ましい問題だったりするかなと思います。はい。まあ、なんかあんまり喋っててもあれなんでここで一回あのちょっとデモを挟もうかなと思っています。 で、えっ、ー、と、このデモは、その、えっ、ー、と、エポキシ実際に、まあ、こんな感じで、あの、使えますよっていうのをちょっと見せようかなと思ってるんですけども、えっ、ー、と、エポキシの、その、テンプレートっていう機能があって、これはあの、ドットネット CLI にあるテンプレート機能なんですけど、これを使って、まあ簡単に、そのサンプルコードを生成することができるようになっています。これ、あの、ドットネットの SDK が入っていれば、誰でもできます。で、最初に、あ、すいません。 最初に、ここに、えっ、ー、と、赤い字で .net new-i エポキシテンプレ e ツっていうのがあるんですけど、これ実行すると、そのローカル環境にそのテンプレートの、えっ、ー、と、定義式を、そのインストールします。で、えっ、ー、と、一回これやっておくと、次、もしかしてそのエポキシがバージョンアップしたときには、まあ、あの、これをもう一度実行すれば、アップグレードできるし、まあ、一回やっとけば、あの、もう定義としては取り込まれているので、 この2番目の行の,その .net new epoxy wpfrang fsharp まあ今回は fsharp なんで fsharp みたいな感じで、えー、と実行することでそのプロジェクト一式をテンプレートから展開して作ることができますのでまあちょっとやってみましょうまず、えー、とディレクトリを作りますね、えー、これはまあ名前は何でもいいです epoxy wp wpf fsharp えー、この中で、ちょっと字がちっちゃいかもしれないですね。すいません。えー、どうやるんだっけしばらく触ってないかわからない。えーえー、とこんなものにすればいいかな。はい。で、見えますかね。えー、ドットネットニュー x コキシー WPF これはアバルニアでやりたい場合、エポキシャハイはアバルニアというふうにあの入れればそのようになります。フラングエフシャープ。ハイフラングエ F シャープを付けなければあの C シャープのプロジェクトが作られます。で、えっと、これで、このカレントディレクトリ以下に、えっと、テンプレートのあのプロジェクトが展開されました。これで、あの、先ほど、 あの、ちらっと言いましたけども、一応 .net SDK があればビルドできるようにはなっているので、えっ、ー、と、ここで .net build とやれば、そうすれば、エポキシのテンプレートから、コードが生成されます。あ、できましたね。一応、正常に完了するっていうのを確認できたので、 えっと、ま、でも、このまま見ててもあれなので、えー、っと、今はですね、え、ちょっと待ってくださいね。はい。あの、文明の利器、ガイダーを持ってます。あの、も、もちろん、あの、ビジュアルスタジオでも <laughs>、あの、できます。できますが、ま、あ一応、あの、こう、 プラットフォーム中立であるっていうことをちょっと見せたかったので、あえてライダーで開きました。まあ一応、ここでそのままランをクリックすると、そうすると、ライダー上でもビルド一応走って、で、えー、来るかな。はいあ、ちょっと画面がいいてとの持ってきますね。 はい、こういうようなサンプルプログラムが動きます。これ今、配信のためにある Windows やってるんですけど、Ubuntu でライターでやってもらってもいけます。ただし、Ubuntu では当然 WPF 動かないで、もしお試しになる場合は、アバロニアバージョンで試していただければなと思います。画面はほぼ一緒です。で、えー、とこれ何かというと、 えっとこう、こういう、もうウィンドウにボタンが1個上に細長いのがついてるだけなんですけど、このボタンをクリックすると、えっ、ー、と、レディットっていうあの、海外の、あのーえー、掲示板、あのー、掲示板のサービスがあるんですけど、そこから、こう、えっ、ー、と、いい感じの画像を拾ってくるみたいなサンプルコードですね。で、今クリックしました。でなんかおっさんの <laughs> 頭じゃねえかみたいな。うん、注目すべきはこの猫ですね。 でこ,のえこれはワンコーですけど。はい。まあ、こういうようなあのサンプルコードですね。あの、が、えっ、ー、と、今、これで実行できましたっていうデモです。で、えっ、ー、と、これ、まあ、今、回線が早いので、ほぼ一瞬だったので、ちょっと分かりにくかったんですけど、実際には、一個一個の、その、えー、とこれ投稿の、その画像を、非同期で一個一個ダウンロードしてきては、画面に、その、アップしていく。 この、この、あれですね。アイテムズソースにアップしていくっていうようなコードを書いています。で、ちょっと閉じますね。まあ、チラッとだけ見るとですね。すいませんね。多分ちっちゃいと思うんですけど、あ、誰か。ここか。あ、ここかな。で、えー、プロジェクトは今2つに分けていて、 えっと、このコアの方が、いわゆるモデルのクラスが入ってますね。で、えっ、ー、と、まあ、クラスというか、その F シャフトの実装が入っています。で、えっ、ー、と、リリットから、えー、ダウンロードしてくるコードが、まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、書かれていますと。まあ、HTTP クライアントを使って、あの、取ってくるというので、そんなに難しいコードではないです。で、えー、それから、えー、もう一個の方のプロジェクトの方は、 えっと、ビューのコードと、それからビューモデルですね。いうようなふうに、えー、と実装が入っていますと。で、まあ、見るべきはそのビューのザムルですね。ザムルがまあ、このようにあの XML であの書かれていますよと。で、えっ、ー、と、WPF でのまあ定石であるそのリストボックス使って、そのアイテムズソースでその N 個のその投稿画像を その画面上にあの表示できるようにすると。それはあのデータバイニングという機能を使って実現するというような感じです。で、v i e w m o の方は、えー、もちろん F シャープで書かれていて、で、メインウィンドウビューモデルというクラスなんですけれども、ここに、その、それぞれの,そのプロパティの初期化コードが、その、まあ、コンストラクター、えー、正式には何て言うんだったか忘れたけど、まあ、コンストラクターのその Do の ドゥーブロックの中で、えーと、そのハンドラーが、えー、技術されているというような感じですね。あとは、えー、とそれに対して公開すべきプロパティの一群が、まあ、こんなふうにメンバーバルで定義されていると。メン,バーあのメンバーバルになっているのは、えっ、ー、と、えー、なんだ、えーえー、自動自走プロパティですね。で、えー、実装するようになっていますという感じです。 はい。はい。読めない。あ、なんか、なんか変なことなってますね、確かに。ええっと、<laughs> <laughs> こっち、デモを知るときは問題ないんだけど、まあ、ちょっと、こいつがいかんかんな、やっぱり。声聞きも、もと戻ってますかね。崩れているお。困った。はい。 あ、そうですか。はい、いけてます。じゃあ、まああのラ、あの、デモとしては以上なので、あの、<laughs> まあ、これで、あの、OK と、あの、各自を試してくださいということで。はい。あ、すいません。はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じですね。はい、あの、これはビジュアルスタジオでやった例です。で、えっ、ー、と、エポキシで、その、抑えな、押さえた方がいいなと思っていたこともちょっとまとめると、その、まあ、コンパクトであることと、 で、小さいライブラリであるとか、まあ小さい方であるだとか、まあ一言で言うと、そのフレームワークとは呼べない構造のところを着地点にしたいなと思ってます。あのフレームワークあんま好きじゃない <laughs>。と言いながらドットレットフレームワークを何,何年使い続けてきたって感じなんですけど、まあフレームワークとは呼べない構造のところをまあギリギリ着地点にしたいなと思っていた。で あと、えまあ、シンプルであること、複雑な構造ではないとか、複雑なインターフェースではないとか、複雑な使用方法ではないとか、まあ、あと、標準で非同期処理に対応していること。それから、直交性があること。各機能を個別に使用できるとか、えー、自由に組み合わせれる。それから、他のライブラリやフレームワークと組み合わせても使用できると。それから、まあ、副作用少ないこと。意図しない動作を生まないとか、見にくいとか、連携して使用することは前提の機能にしないという感じですね。 で、あと、まあ、学習コストが低いこと。これ、割と、あの、僕はこだわってる。あの、他の、他に作ってるものも含めて、こだわってることで、まあ、手早く動かせることとか、覚えることが少ないとか、まあ、固有のアーキテクチャとか、目安らしい概念などを持ち込まないっていうこととか、あと、誤った操作を行うことができないか、行いにくい、また、気がつくことができるようにする。 で、F シャープ固有のこととして、その、ザムルと MVM 自体は、その、OB ベースの技術だと思うんですね。なので、その、まあ F、F シャープはね、やっぱりあの関数型言語、マルチプ、マルチパラダイムだけど、関数型言語寄りなので、あの、本当は FP 側に寄せた方がいいのかなとも思うんですけど、あえて、まあ、そっちの方にあんまり突っ込まないように。あの、ただでさえ、あの、GUI の開発って大変だと思うんで、 あの例えば今ここで MVVM って言ってますけど今まで例えば C シャープの技術者ってその MVVM 習得して実際にその役に立つ実装の何,何かこう成果物を作るっていうところにたどり着くのが大変だと思うんですね。なのであのできるだけここう過去 例えば調べたこととかそれからまあ今でもその例えばググっていられる情報とかそういうのを断片的にでもいいからその生かしていけるようにしておかないとなんか新しい画期的なものを作ったはいいがなんか誰もついてこれないっていうのだとそれもそれで悲しいのでまあちょっとそっちの方にあんまり寄せないようにしようかなとまあ多分そういうクールなやつは別のすごい人たちが作ると思うのでまあ僕がやることじゃないかなみたいないうことも気をつけたこと。 はい。で、まあ、F シャープって使うためにどうするかみたいなことでちょっと考えたことをまとめました。で、で先ほど説明したように、えっと、基本的には WPF とラバロニアしかその F シャープで実際動かないので、なのでまあターゲットとしては今のところこの2つですとで。F シャープでまあ便利に使えるようにするにその考えることとして、C シャープ、F シャープ根菜プロジェクトでも機能するっていうのはまず抑えなきゃいけないかなと。これ今 GUI アプリケーションを実際にその F シャープ使って書いてますというところでもあの本当のところは C シャープ、F シャープ混在プロジェクターだと思うんですよ。なので、えー、と逆になんかそれを阻害しても困るから、まあ、そこはちょっと抑えた方がいいかなと。それから、まあ、あのよく言われるのはその C シャープのライブラリを F シャープで使うといろいろ違和感があると言われているところをどれだけ抑えれるかって話なんですけど、まあ、簡単なところではキャメ l ケースの関数名になってるだとか それからまあ F シャープ型の直接サポート。これはまあ,ある程度は F シャープのコンパイラー吸収してくれますけど、まあ、関数型で扱えるんだったら関数型で使える。要するにデリゲートじゃなくてという意味ですけど、とか、あるいはそのアウトパラメータの代わオプションを使うだとか、まあ、そういうようなところは通常ははあの配慮してあります。で、えーとまあ、それに関連してその既存、既定の,その非同期型としてエイシング型を使う。これは本当に 本当は、そのバリュータスクとか、まあ、タスクとか、あの辺に寄せ,寄せたいところなんですけど、一つは、あの、先ほど、あの、みどりさんが説明してもらった通り、もう、あの、えー、最新のその F シャープで、そのあたりに手が入る予定なので <laughs>、 まあちょっと迷ったんですけど、どうすべきか。迷ったんですけど、まあ、今、今までの関連の、えー、でその F シャープではエーシング型を使うっていうのが関連になってるし、まあ、それが便利なシチュエーションも多いということなので、その規定の非き機型としてはエーシング型を使うということにしてあります。でえまあ、そうすればあの他、他のライブラリとかへの依存も排除できるので、まあ、そ,うそれがいいかなと。 であと,、えー、と、特徴的な機能として、ビューモデルインジェクターというのが後で説明するものがあるんですけども、まあ、それもサポートしたい。でえー、とあと、WPF 固有なんですけれども、えー、WPF のザムルページの自動リソース化という機能が、まあ、あった方が便利だろうということで加えてあります。でこの2つについてちょっと,、えー、と掘り下げますね。 1、えっと、一つその C、C シャープと F シャープの混在プロジェクトでも機能するというのは、そのえっと、実際、例えば F シャープ専用とか C シャープ専用みたいに完全に分離してしまうと、あの混在プロジェクトでそのインスタンスを共,有共通で使えないですね。その型が違うので、そもそも。なので まあそこの部分を、例えば今実際にその C シャープとか F シャープで、その混在プロジェクトでやってるところにこれを導入したら、その,その混在、混在してるからなんか分けられてると扱えなくて困るみたいなことが起きないように、そのインスタンスの生成はまあファクトリーで行うようにして、そこで共通の型のインスタンスが作られますと。 でそいつに対する操作というのは、普通メン,バーメンバーメソッドとかメンバー関数とかそういうのを使うんですけど、まあ、そういうのを全部拡張メソッドとか型拡張に逃がすことで、あの相互に乗り入れ、インスタンスの相互の乗り入れは可能で、でもなんか記述は C シャープなら C シャープらしく、F シャープなら F シャープらしく書けるようにというふうにしてあります。で、えっとまあ、こういうことを実現するためにちょっと、か,まあ、かなり迷っ たんですけど一応あのパッケージ分割が必要だなという結論に至ってで今ここにノーズにあるようなあのヌゲットのパッケージの構成になっています f シャープで使う場合は f シャープエポキシ wpf とか f シャープエポキシアバロニアとかあの皆さんがあの実際に使うやつはこれだけ覚えておいてもらえればいいんですけど実際の依存関係というのはもうちょっとだけあの子あの子供として依存しているものがあって そのエポキシ WPF コアとかエポキシビルドというサブの,そのパッケージがあって、こいつらに依存しています。ちなみにあの全部あのヌゲットのけ、ヌゲットの検索が微妙なのであれなんですけど、その検索して全部これらが出ちゃうと何を選んでいいか分かんないっていう都合から、あのこいつらについては一応あのリストに表示されないようにあのなっています。で、あれ、リストに表示されないと、なんかこいつはヒス商談だみたいなことを勝手に言うんですけど、全然そんなことはないので気にしないでください。 えー、WPF のザムルページの自動リソース化っていうのが何かというと、えー、WPF を F シャープで書く場合にその通常 C シャープで普通に書いた場合っていうのはザムルのリソースっていうのはそのパーシャルクラスで自動的にその生成されたソースコードでそのバブルロードと初期化のコードがあのこう埋め込まれるというか同一の,そのクラスとして一体化するみたいなことが。 あの行われるんですけど、まあ、F シャープで書いてると当然そんなことできないので <laughs>、まあ無理ですと。で、しかもその F シャープの方には、そのファーシャルクラスみたいな概念もないので、なので、まあちょっとこの方法は自動自事実上できないなっていうことで、えっ、ー、と、まあどうしたもんかなと思ってたんですけど、その答えはあの緑さんがくれました。<laughs> これを見るまではあのもうちょっと無理だね、あの F シャープで WPF はって思ってたんですけど、っていうのは、あの、 えーとワークラウンドとして、そのザ a m のソースコードのままリソースに保存しておくと、ダイナミックロードする手法があるって僕知らなかったんですね。なので、えっ、ー、と、サンプルコードをあの公開してくれたときにえ、なんか F シャープで WPF ってかなり無理ゲーではと思ったんですけど、それ見て、ああ、なるほどっていうので、ちょっとあの気づきがあったので。 あそれだったらもうなんかあとちょっと工夫すればあの普通の,あのプロジェクトと同じように書けるようにできるのではっていうことで工夫したのがこれです。あの結論から言えば抜けトのパッケージ導入すると自動的にその辺も吉田にやってくれるので書の,各あの今からコードを書こうと思っている人たちにとってはその WPF、w p、F、ルページがどうなるかとかそういうようなことは別に何も考える必要なくあのうまいことやってくれますという話です。 でえー、とじゃあ、あのー、今までの話がそのエポキシと WPF の連携の話をしたんですけど、まあ、具体的なそのエポキシの機能に掘り下げていきたいなと思います。でエポキシが持っている機能は今のところ1.0.0があのちょっと前にリリースしたんですけど、まあ、こ,のぐらいこれだけの機能を持っていますと。とで e w m o d e l i n j e c t とビューモデル規定クラス、コマンドファクトリーイベントビルダー アンカーファイル、バリューコンバータ、ー、UI スレッド、グローバルサービスデザイナー。このうち、えっ、ー、と、あんまり、こう、なんというか、今までの、その、既存ライブラリで、僕は知らないだけかもしれないですけど、あんまりなかったんじゃないかなっていうのが、5番のアンカーファイルで、 その他のものについては、まあ似たようなものとかは、あの、どれかのライブラリにあったりとかいうような感じになってると思うので、そのエポキシーだけで特別にっていうことはないと思っています。まあ、あの、エポキシーを使う利点はできるだけシンプルに、できるだけ簡単にっていうところが、あの、アドバンテージかなというふうに思っています。じゃあ、まあ一つ一つ説明していきます。 まず、えーと、ビューモデルインジェクターなんですけど、えー、とこれはあの表面的なシンプルですけど、裏でやってることは泥臭いことで、えー、とビルド時にですね、ビルド時ですあの。実行時じゃないです。ビルド時に IL インジェクションを行って、ビューモデルに必要な実装を自動で行います。えー、これはあの IL ウィービングというふうに呼ばれるようなこともありますね。IL いじって何かするみたいな、というような、えー、と機能です。で えっと、ビューモデルアトリビュートっていう属性があるので、まあ、そいつをそのクラス定義にあの適用しておくと、適用してビルドすると、そうするとビルドしている途中で、その属性が適用されているものを検出したら、まあ、そこに、あの、ここに書かれてるような iNotifyPropertyChanging、iNotifyPropertyChanged、えー、それからプリティプリンターですね、ToString ですけど、ToString の実装にプリティプリンターを自動的にあの実装してくれますよという機能です。で、 でと、ここにも書いてある通り、完全に自動化されているのであの、基本的にそのビューモデルインジェクターがどのように動くかとか、まあ、そういうことはあのあの、興味ある方はあの、のういうことを見てもらって構わないですけども、あの特に意識する必要はないです。あの普通に書いて、普通にビルドすれば OK という感じですね。で えとこれもあの昔はだとあのこういうのって VSIX みたいなのをあの実装してビジュアルスタジオの上でビルドしたときにしか機能しないからなんかデブエンブエグゼを叩かなきゃいけないみたいななんか強い制約とかあったりしたんですけどまあその辺うまいことやってその SDK のみの環境でできるように使えるようにしてあります。で Fsharp でこれを使うときには、あの自動実装プロパティとしてあの実装する、まあさ。さっきちょっと見せましたけども、withgetset で書いてやるだけで自動的にこのあたりの実装が行われます。それを少し掘り下げます。えー、とまず Fsharp ではまあこんな感じでコードを書きます。えー、その View モデルにしたいあの型定義ですね。これに対して View モデルという属性をあの付け加えてやります。 あのシールドって書いてありますけど、別にシールされてる必要はないです。で、えっ、ー、と、ここに、あの下側の,あの赤枠で囲ってあるところが、その自動実装プロパティで、そのレディーだとか、イズイネーブルドとか、フェッチとか、アイテムズとかいうプロパティを定義しているところですね。まあ,あの、ぶっちゃけるとこれだけです。で、まあ、あとは、その自動実装プロパティの初期化式のところには、あの具体的なコードを書けないので、あのこの DO の ドゥブロックのところに、まあ、あのそれぞれの例えばハンドラーですとかそれからあの出荷すべきインスタンスをあのここであの書いたりとかいうような感じで書いていますが、まあ、こんな感じに書けます。実はあのビューモデルインジェクターがあの機能してない場合こういうコードを書くと F シャープ的には Do のドゥブロックのこういう再代入をした時点で例外が発生します。 でもこれはあの、ビ,あのビューモデルインジェクターはそれを殺すようにしてあるので、あの実はあのそ,れそれがああ要するにあのイリーガルにならないという、あのちょっとここだけは F シャープのとあの特殊な面ですけど、散々迷って、いや、これ、まあ分かってればいいんだろうっていう結論で <laughs>、一応これを許容するようにしました。これで、あのこれを許容するとこれだけまあシンプルに書けるので、まあ、この方がいいかなと、利便性の方が上回るかなというふうに思っています。 で、実際今のやつを、えー、とビルドした後、ILSPY でこれちょっと中を覗いたものなんですけれども、どうなっているかというと、ViewModel、えーと,まあ、という属性が適用されていて、そいつに IViewModelImplementer というインターフェースが実装されるようになっています。で、まあ、これは何かというと、<music> I d e n t i f y property changing と change 動があのこう参照されているというふうになっています。 でえー、とその他に、インターナルプロパティバックっていうの,もあのフィールドが内部で定義されていて、まあ、こいつは要するに、あのそのプロパティの値がどういうものがあるかっていうのをこの中にあの保存して、で、あの必要に応じてイベントを発生させたりというようなことをするために、まあ、こ,うこういうようなフィールドが追加されています。 で、それと自動自走プロパティについては、このように、そのインターナルモデルヘルパーの getValueT だとか、それから getValueAsyncT だとか、なんかこういうようなメソッドを代わりに呼び出すように書き換えられています。これ,これで、要するに最終的にそのプロパティワークの中に入っているその、えー、と実際の値をゲットできるようにしたりとか、あるいはその値が書き換わるような時に、その notifyPropertyChange、ChangingChange とか発生すると。 いうようなことを処理するようになっているということですね。で、プロパティチェンジングとチェンジドについても、まあ、このようにバイパスするようなコードが自動的に置き換わるようになっています。で、これはあのコンストラクターなんですけど、えー、とコンストラクターでもその、ド、え、ゥ、ー、ブロックでその本来例外が発生するのは、その二重に初期化しようとしているのは、そのコード上のミスじゃないから、 ないのかっていうことで例外が発生してると思うんですけど、まあ、一応それをあのこう緩い方にあの許容できるようにあの独自の初期化、えー、とイニシャライズ F シャープ ValueT というメソッドがあるんですけどまあそいつを呼び出して初期化するようになっています。これはあの初期化されていなければあのデフォルトの値であればそのここで指定した値をあの初期化初期化の値として入れるしそうでなくてすでに設定 あの何か値がセットされているなら、それをそのまま使うというような内容のことをやっています。まあ、それであの今説明したようなことが実現するっていうふうになってますね。あとは、トゥースティリングがプロパティプリントにえと転送されているというのも追加されています。で、もう一つえ機能があるんですけれども、それは、値が書き換わるときですね。 で、これは、あの、例えば C シャープでプロパティのそのセッターが呼ばれたときに何か追加の作業をしたいみたいなことっていうのは、まあ、たまにあるんですけども、れ一応それを実装できるようにということで考えてあります。方法としては、えっとこう、例えばメンバーバルタイトルみたいに自動実装プロパティを定義している場合は、えっと、このような名前付け、オン、えー、タイトル、チェンジド、エ s シンク、 っていうような名前でえっとメソッドを定義してやると、そうすると内部でこいつをあの呼び出すようにあのコードが生成されるようになります。で、これはあのダックタイピングに相当するので、まあのこ,この法則に間違ってるとあの何も警告もされずに呼び出され呼び出しもされないので、ちょっとここだけは注意する必要があるんですけれども、まあ、一応この通りになっていれば、そうすればそのタイトル,タイトルに何か値がセットされるときに、あのこいつにその えとセットされた値が引数で渡ってくるので追加の処理ができるというような感じになっています。で、えー、と今話したのがそのビューモデルインジェクターでもう,もう多分十中八九そのビューモデル実装するときは今の機能だけ使ってればそれで十分だと私は思っているんですけれども一応過去はあのよくあるその、えーと 先ほど挙げたその既存実装、プリズムのような既存実装ではよくあるんですけど、ビューモデルの規定クラスというのがあるので、まあ、そいつと同じようなものを用意していたんですけど、まあ、もう多分使うあんまり使う必要はないですけど、あの一応紹介すると、あのエポキシにもその,あのクラスあります、ビューモデルの規定クラスがあって、えー、例えばゲッターとかセッターはまあこのような感じで、あのゲットバリューとかセットバリューを呼び出すような感じで実装してやるように書けば、一応、 多少は手が抜けるというような感じですね。まあ、もうあんまりやる必要はないかなというふうに思っています。それから、えー、コマンドファクトリーは、えっ、ー、と、i コマンドという、その、例えばボタンがクリックされたことに反応させるためのハンドラーを、その、データバインリングでバインドできるようにするとか、まあ、そういうようなことに使いたいものなんですけども、まあ、そういうのは、具象実装を、まあ、用意するものですね。 これも、あの、えっ、ー、と、既存実装には、まあ、よくあるものです。あの、代表的なものとして、その、デリゲートコマンドみたいな名前で用意されていたりします。で、F シャープの場合は、まあ、それを、あの、えっ、ー、と、ハンドラーについては、一応関数として、あのデリゲートとではなくて、関数としてちゃんと受けれるようになっていて、で、えっ、ー、と、しかも、その、 えー、デフォルトでエイシンク型が変えるという前提で書けるようになっています。うん、なので、えっ、ー、と、ここに書いてある通り、そのコマンドファクトリーのクリエイトで、その Fun、えー、カッカク閉じる、えー、アローを a シンク c カという感じではもう,もう直接バンと書いて、でもこの中で、その、えっ、ー、と、非同期処理があれば、その、例えばレッド版とか d バ版とかで受けて、あの非同期であの継続するようにあの書いてやればいいとい。まあ、多分スムーズに書けるかなというふうに思っています。 ええー、イベントバインダーなんですけど、えー、とこれは、これも既存実装には割とあります。何、えーえー、だったっけな。えっ、ー、と、ビヘイビアと呼ばれてるものがそうですね、えー。ザムルのビヘイビアと呼ばれてるものがそうで、なんですが、向こうはあの結構い,あのこういろんなことにできるように、様々にカスタマイズできるように、高機能になってるんですけど、その分記述量が結構増えるんですね。 なんですけど、もうこのイベントバインダーはもう本当にその CLR イベントを、えー、とバインディングできるようにする。i コマンドでバインディングできるようにするっていうことだけに注目しているので、記述量としてはこのように非常に少なくなります。この例で言うと、えっ、ー、と、このウィンドウクラス、ウィンドウコントロールというのが、その r o、えー、ド d e というイベント、CLR イベントを持っているんですけど、それをそのレディというビューモデルから あの公開されているコマンドにバインドできるように書くには、まあこ、こんだけ書けばいいという感じですね。非常に記述量が少なくなるようにしてあります。で、えっ、ー、と、コマンド側の実装、えー、はこんな感じで、レディで、えーと、コマンドファクトリーとクリエイトを呼び出すと作れるんですけど、もちろん関数を受ける、受ける関数型を受けるようになっていて、まあ、引き続きにその、 例えば、ルーテッドイベントアーグスを受け取るみたいな感じであの書けるので、まあ、そこからあの、えー、と推論されて、ジェネリック型の引数の方も推論できるようにしてあります。そして、もちろん、その Async 対応なので、えー、Async AS ブロックであ、ワークフローであのもうそのままあのダイレクトにその非同期コードを書いてやればいいというふうになっています。 えー、次が、えー、アンカーパイルですね。えっ、ー、と、これは、一言で言うと、えー、既存実装に相当する、あの既存の,その,あのライブラリとかフレームワークに相当するもので言うと、そのメッセンジャーですね。メッセンジャー機能に相当するものなんですけど、まあ、あれをいくつかそのリサーチしたんですけど、その、えっ、ー、と、なんだ、ザムルのコードビハインド側に、 そのメッセージを受け取ったら何をするみたいなことをコードビハインドに書くと。いや、コードビハインド書きたくないんだけどって思っていて、ずっとどうし,どうしたらいいだろうってずっと思っていたんですけれども、一応それに対する私なりの答えがこれで、でえっ、ー、と、どう、一言で言うと、どういうことかというと、えー、まあ、仮にそのユーザーインターフェースにまあこういうテキストボックスみたいなものがあったとしますと。で、えっ、ー、と、テキストボックスって にはテテキストというプロパティがあってでここにあのそのそなんか文を表示するためには、そのテキストプロパティはストリングだから、まあそこにそのバインディングで何か文字列を流し込めばいいと。それは分かってんだけど、だけどパフォーマンスすごい遅いんですよね。しかも、その例えばログみたいなものをこのテキストボックスに流し込むっていう場合だと、次々とそのログの行が追加されていくので、そのたびにその文字列で言うとこのあの コンキャッキネイトが発生するということで、すごく効率が悪いから、まあ別の方法ないかなって考えると、テキストボックスに、ね、アペンドテキストというメソッドがあります。で、これを使うとすごく高速にその追加文字列をアットアットしていけると。なので本当はこれを使いたいけど、でもこれメソッドなので、プロパティじゃないので、普通にバインニングできないんですね。 でそうなるとテキストボックスを直接扱いたいよねっていう話になって先ほど言ったようにメッセンジャーサービス、あメッセンジャーをアーキテクチャを使ってその通知してみたいなコードになっていくというふうになっていたのでまあ、ただ例えばそのテキストボックスの参照が手元にビューモデル側にあればいいんじゃないのって普通は思うんですけどそれはまああんまり良くないことだというふうに言われてますね。あの えー、物理的な問題はあの、総合参照になっちゃうんでその、例えばこのテキストボックスがもう画面上から消えてなくなっても、なんか総合参照されていて、なんかメモリーリークの原因になったりするというようなことがあり、まあ、あんまりなんかビューモデル側に、ビューにあるその、はい、コントロールの参照とか持ちたくないということで、まあ、直接本当はこう書きたいんだけど、まあ、あんまりこういうのは許されないから、まあ仕方なくメッセンジャー。 アキティチャー使うかみたいな感じになるわけ。で、じゃあ、一時的に借りれればいいんじゃないのって考えたのが、このアンカーパイルです。で、アンカーパイルは、まあ一応このアンカーって呼ばれてる、そのザムル側にあの取り付くものと、それからそのビューモデル側に用意するパイルというものがあって、で、これでゆるく結合してるんですね。データバインディングでゆるく結合しています。ゆるくと言ったのは、あのこれがもし、あの、 えーとユーザーインターフェースが実際に非表示になったりしてまあ消え去った場合でもあのここはあの要するにウィークリファレンスになっているからあのまあいつか GC にちゃんと回収されるようになるということでまずさっき言ったメモリーグの原因にはならなくなるそれからえとその上でえと一時的にこのテキストボックスの参照を直接借りることができるので もうそこがあとは好きなようにやってよと。でテキストボッ操作したいんでしょうみたいなのメソッドを呼ぶなり何をするなり好きなようにやってもらえばいいというような感じで使うようになっていっ、えー、と書き方は、えーと、まずそのビューモデルにファ、えー、イルを用意しておきます。あのこれは p ァイル f a c t o r y のクリエイトを呼び出すと、そうするとそのファイルをそこに置くことができます。 まあこれはあのプロパティとして、こういうメンバーバルで公開しておけば、そいつをデータバイニングで結合できるようになる。で、えー、とこれを使いたい。テキストボックスに例えば文字列を出力したいって思ったときに、のこのログパイル経由でエグゼキュートエイシンクっていうのを呼び出すと、そうするとハンドラーがあの関数として指定できるので、そのハンドラー内でえーと引数にそのコントロール の参照が渡ってくるので、こいつを曲がりして、アペンドテキストというような感じで、あの実際のメソッドを呼び出すというふうに書きますと。このブロックを抜けたら、まあ、あのスコープ上、このテキストボックスにアクセスできないですよね。まあ、もちろん、クロージャーの外にあの無理やり出すことは不可能ではないですけど、まあ、それやるともちろんメモリーリークになりますけど、まあ、そんなことはしないでくださいっていう話で <laughs>、のこのスコープ内にある範囲内で使えば、その安全性については担保できますと。 そしてもちろん、あの、えっ、ー、と、非同期対応なので、そのエーシンクブロック、あの、ワークフローの中で、あの、自由に操作していただいて、と、まあ、いうふうになっています。はい。次が、えっ、ー、と、バリューコンバータ。もう、これはも、ま、う、あ、あの、ザムルの値コンバーターの規定クラスですね。まあ、まあ、よくあるというか、ありがちというか、も <laughs> う、これはあまり特別、あの、すごいわ,なわけでも何でもないんですけれども、まあ、イントから、えっ、ー、と、ブラシ。 えっと、イントカラブラスへの変換のその値コンバーターを実装するときに、まあ、このバリューコンバーターというクラスを継承して作ることができますよと。で、まあ、あの、コンバートという名前の,あのメソッドがあるので、まあ、こいつをオーバーライドすればいいですよと。で、返す値についてはオプションでくる,くるんであるので、えっ、ー、と、もし変換に失敗したとみなされる場合は、None を返せばいいというような感じで、まあ、簡単に扱えるようにしたいです。 えとバリューコンバーター使うのは、まあ、あの特別なにっていうのはないですね。普通にザムルの記事をググってもらえれば出てくるものと全く一緒です。あの普通にその生成したそのインスタンス、例えばこれはリソースに置いてますけど、このリソースに置いてあるコンバーターをこのようにそのバインディングのオプションとしてあの指定するだけです。これで使えるようになります。 で、あと、こまごまとした機能なんですけど、えっと、UI スレッドっていうのは、その UI スレッドへの、その、切り替えのための、あの、機能を抽象化したものですね。で、えっと、こいつは、その、例えば WPF だとディスパッチャーを使う。で、a v a ン o n はもう同じディスパッチャーっていう名前だったかな。 まあ、あの、とか、まあ、プラットフォームによって多少差異はあるんですけど、同じような処理というのは、まあ、書けなくはないけれども、全く同じように書けるようにするために、一応こういう UI スレッドというクラスにそれを隠蔽しましたという感じです。使い方は、えっ、ー、と、これは今、非同期ブロックの中で書いて、非同期ワーローの中で書いてますけども、えっ、ー、と、例えば、まあ、ちょっと無、コードが無理くりですけど、えっ、ー、と、ワーカースレッドに一旦切り替えた後、実際にそのモデルを呼び出して結果を、 あの返す処理みたいなのを書いた後、もう一度その UI スレッドに切り替えて、そしてえっと UI あのユーザーインターフェースの操作、具体的にはそのバインディングされたそのコレクションを操作したりとか、プロパティを操作したりみたいなことをするというような感じであの切り替えたり戻したりというようなことが一応できるようになっています。一応これ分かりやすいは分かりやすいんですけど、究極的には なんかあんまりお世話にならないような気はしています。あのちゃんと書けばあの、えっと、モデル内に全部そのモデルとしての処理を押し込めていれば、本来はなんかこういうふうに、あのユーザーインターフェースじゃない、ユーザースえ UI スレッドに切り替えたり戻したりとかいうようなことをあの手で書く必要はないと思っているので、まあ、どうしても必要な場合にっていうような感じですね。 それから、えー、とグローバルサービスっていうのは、これはあの、えー、ディペンデンシンインジェクションをやるための,あの補助ライブラリですあの補。補助クラスです。で、えーとえー、属性であのインターフェースを識別できるようになっていてもうあの、いつそのインスタンスが生成されるだとか、 なんか生存期間がどのぐらいだとか、なんかそういうようなことはもう一切省いて、もう単純にもう登録したインスタンスだけを使うというシングルトンインスタンスの戦略になっています。のみになっています。なので、あの、えっと、これ、どれを選べばいいのっていう、そのオプションの引数が分かんないんだけど、みたいなことはあのないです。もう、使い方は非常に単純です。で、まあ、ただし、その、えっと、具体的な使用方法について、使用の時に、その前提にしていることとして、その非同期処理。 に対応してます例えば、えー、こういうような i d a t a b a s e セサみたいなインターフェースがあって、こいつグローバルサービスっていう属性で、えー、とこうアノテートしてやると。で、そ,そ,れその上で、えーと、そのインターフェースを実装した具象クラスを用意しておく。まあ、ここでは例えば Azure の SQL データベースの実装がまあここにあります。よと H byQueryAsync というメソッドにそれが実装されているというような状態で考えてみます。 で、これを、えっ、ー、と、そのインスタンスを、まあ、あらかじめどこか、例えばアプリケーション起動時とかに、そのグローバルサービスのレジスターっていうメソッドで登録しておきますと。でも、これで、まあ、シングルトンのインスタンス前提ですね。だから、まあ、この、ここで生成された、そのインスタンスがいつも引き,あの引き出されると思ってもらえればいいです。そして、えっ、ー、と、例えば、その、このコマンドの、あの、実装の中で、ハンドラーの中で、 えー、グローバルサービスのエグゼキュートエイシングでその,あの必要としているインターフェースの方を指定して取ってやると、そうするとその、えー、とインスタンスへの参照が一時的に取得できるので、まあ、あとはそれに対する処理操作をじあのこういうふうにあの記述してやればいいと。まあ、もちろんエイシング前提なので、エイシングのワークフロードでかあのくくった中であの、非同期処理として書けばいいというふうになっています。はい。 でえっとちょっと9番目に、あのーえー、デザイン時のためのあのクラスがある、ああるの表の中にあったんですけれども、まあなんか、あのプロパティ1個しかないので、デザイン時、もうとか否かっていうのを判定するなんかプロパティが1個生えてるだけなので、まあちょっと説明は省略します。うん、ということで、えーと、私のセッションとしては以上なんですけど、まあ、もし質疑応答があればということで。えー 思いますがちょっと待ってください。どこに表示され <laughs>